平野ノシオーさんのコメントや CM 撮影の様子を見ることで YSL の製品に対する期待が高まります。彼の影響力は製品の売り上げにも大きく貢献しており、多くのファンが彼のおかげで YSL の世界に魅了されています。YSL、イブサンローランの美しい製品は世界中で愛されています。その中でも、ルージュ、ピュールクチュールは独自の魅力を持つリップ製品です。 この製品に関する平野仕様さんからのコメントを見て、このリップの魅力について考えてみました。数年前、私も偶然 YSL のルージュ、ピュールクチュールに出会いました。その時から、私のメイクルーティンには欠かせない存在になりました。美しいパッケージ、豊富な色合い、そして何よりもその質感に惹かれ、私のリップコレクションには常にこの1製品が欠かせませんでした。このリップが、 平野ノシさんの CM で紹介されると聞いて、私は一層興奮しました。そのコメント動画を見て、彼のリップに対する熱い思いを感じました。彼の言葉からは、このリップがどれだけ特別で、愛用者にどれほどの喜びをもたらしているかが伝わってきます。しかし、YSL の表参道店に行ったところ、4時間待ちと聞いて、入店を諦めざるを得ませんでした。その人気の理由は何なのでしょうか YSL の製品が持つ魅力は、単に外見だけではありません。その品質、使い心地、そして何よりも自信をもたらす効果が、ファンを虜にしています。YSL の製品は、ただのメイクアイテムではなく、異種の体験でもあります。平野潮さんがおっしゃるように、ルージュ、ピュールクチュールをつけると特別な気分になります。その色合いや質感は、まるで自分を美しく彩る魔法のようです。また、 このリップはその名の通り純粋な魅力を持っています。それは単なるメイクアイテムではなく自分自身を表現し内面から輝かせる手段としての役割を果たしています。そのため愛用者の中には自分らしさを引き出し自信を与えてくれると感じる人が多いのではないでしょうか。YSL の製品が持つこの魔法のような魅力は多くの人々を引きつけてやみません。それは単なる美容アイテム以上のものであり、 ファッションや美の世界において常に新たな可能性を模索し続けています。ルージュ、ピュールクチュールは単なるリップ製品ではありません。それは自己表現の一部であり、自信を育む手段であり、そして時には特別な日の演出に欠かせない存在なのです。平野陽さんのコメントを通して YSL の魅力に再び触れることができ、その素晴らしさに改めて感動しました。彼の言葉からは YSL が持つ特別な魅力が伝わってきます。その魅力は単なる美の追求以上なものであり、自己表現や自信を育む手段として多くの人々に愛され続けています。次回 YSL の表参道展に行くときは4時間待ちでも諦めずに、ぜひその魅力を自分自身で体験してみたいと思います。YSL の製品が持つこの特別な魅力に触れることで、 私たちは自分自身をより美しく、より自信を持って表現することができるのです。そして最後に、皆さんにもぜひ問いかけたいことがあります。あなたのメイクルーティンに欠かせないアイテムは何ですかそして、そのアイテムがあなたに与える特別な魅力は何でしょうかぜひ、その魅力を共有してください。